ロケ地遊具へようこそ。ロケ地メグリストのヒサキンです。今日は大林信彦監督作品姉妹坂の舞台となった京都のロケ地を紹介します。まず最初に物語の中で重要な場所となるこの坂のロケ地に行ってみます。はい、ここです。日向大神宮へと続く坂道がロケ地となっています。カメラアングルの違いのせいか、映画の中より道幅が狭いような気がしました。映画のパンフレットには、東天皇町通りから哲学の道に抜ける急な坂道と書かれていますが、それは映画の中の設定です。実際は哲学の道から、まあまあ離れた場所にあります。愛が泣いていた場所は、この辺りでしょうか。茜が立っていた石段も、坂へ向かう途中にありました。それでは次はこちら、岩木先生の病院の場所へ行ってみます。こちらです。坂の場所からすぐ、というか実は、坂に向かうときに見えてしまう場所にあります。マップ上には、旧九条山ポンプ室と書かれています。近くに行けないのが残念です。琵琶湖疎水沿いに立つ、レンガ造りの建物が立派ですね。はい、では次は、アンズと東郷が話している、この場所へ向かいます。ここですね。春はこの道沿いに桜が咲き誇る有名スポットです。二人が立っていたのはこの辺りでしょうか。同じものがいくつか映っています。はい、では次はオープニングのこのシーンの場所へ行ってみます。亮と東郷のフェンシングの対決の場となったのは、南禅寺の境内の水路閣がある場所です。なぜここでフェンシング?と突っ込みたくなりますが、大林監督はここを、古代ローマの闘技場のイメージと重ね合わせたのかもしれません。では次は、4人が暮らす、おうち兼お店の、小道の場所へ行きます。映画の中では、坂の上にある設定になってますが、実際はかなり離れた場所にあります。お店は建て替えられていて、手作り人形を売っていたところがなくなっています。愛が拗ねてもたれてたのはこの木でしょうか。まず今回はここまでです。蹴上駅から近いところメインに紹介しました。次の動画では、少し広範囲に散らばってるロケ地を巡っていきます。